もうすぐ夏休み、海や川に行く機会が増えるこれからに備えて子どもの命を守る術をご紹介します。子どもを守る夏休み防災ガイド。やばい、やばい、やばい。水の事故が増えるこれからの季節、もし子供が水辺で倒れているのを見つけたら、私たちは一体どうすればいいのでしょうか。教えてくれるのは日本赤十字社福岡県支部の山本さんです。まず人が倒れている場合は二次災害の危険がないかを確認します。その後出血があるかないかという確認を行います。出血がないと分かったら声をかけて反応を見ます。そこで意識がないと判断すれば、周りの人に119番通報や AED の手配を呼びかけます。協力してもらったらですね、はい、次は呼吸の確認を行います。胸とお腹が動いているかどうかを確認してもらって、はい、動いてなければもう心停止と判断して胸骨圧迫に移ります。手のひらの出っ張っている部分で胸の真ん中あたりを強く押します。ぐっと肘をまっすぐ伸ばしてください。お尻は上げて上体を前に持ってきます。それでも心拍が復活しないという時に使用するのがこちら AED です。 AED ってかなり強いイメージがあるんですけど、ちっちゃい子とかにも使えるんですか。小学生以上であれば成人用で、小学生未満の方には未就学児用モードで切り替えられる。はい、知らなかった。またもし AED を使ったことがなくても、このように右胸と左脇腹に貼ってください。音声とこの映像に従って AED を使用していただければと思います。はあ、胸骨圧迫と AED を正しく使用していただければ正しく救助できるということになります。普通に私たちみたいな人でもできることがたくさんあるんですね。そうですね、AED ってやはり使ったことのない方がほとんどだと思いますので、はい、いざ使うとなると心配ということもあるかと思います。講習などに参加するというのもいいかもしれませんね。赤十字の講習事業は指導員の資格を持つボランティアによって支えられています。赤十字ではご協力いただけるボランティアを募集中です。またこのような日本赤十字社の活動は寄付によって支えられています。ご協力をよろしくお願いいたします。詳しくはホームページをご覧ください。まもなく夏休みですが、皆さん安心に安全に元気に過ごしてください。